わらわにその体預ける決心はついたな。さあ元気に陽気に参ろうぞ。ちょっと待ってください。家康様に断る必要もありますし、井伊家のことも。もったいないの。そちが家のことで悩んでおる間にも世は動いておる。大名にも民にもあなたにも幸せになる権利はあるの。さ、私たちと一緒に自分を解放するのよ。びっくりした。あの、今までどこにいらしてたんですか？ほら、私はわらわちゃんの頭脳だから。汗かき役は他の人に任せてるの。うむ、師匠はわらわたちの支配人じゃ。支配人に任せておかば全て安心なのじゃ。ナオトラ様を愛する息子から引き離すつもりですか？さらうのならこの私を。よくぞ申した。ならばそっちも連れて行くのじゃ。そっちは凛としていて目が綺麗なのじゃ。ナオトラ様、これはドーン。何かの術でしょうか。イナさんの目がトローンとしてフラフラとあの子と握手を。はい、イナちゃん仲間入り。黒髪でウブ、男の心わしづかみね。ナオトラ、焦らずともよい。わらわとそちはダチじゃ。決心がついたらいつでも来るがよい。行っちゃった。イナさん、私のためにごめんなさい。でもあの子ドーンって可愛いな。明るくて元気で自分に自信があって、私やっぱりあの子みたいに可愛くなりたい。でもどうすれば。あれ、なんで私はここに。そうだ、ナオトラ様を助けようとして。ハム、イナはダチ思いで優しいのじゃ。それゆえわらわに力を貸してほしい。ナオトラは十分に可愛いのに、いつも自信なさげじゃ。わらわはナオトラにもっと輝いてほしい。それにはイナの協力が必要なのじゃ。その後ならばわらわを成敗でも何でもいたせ。協力？一体何をすれば。こっそり教えてやるのじゃ。みんなには内緒じゃぞ。恥ずかしい。こういうことじゃ。イナもちと興味が出てきたであろう。イナは本田忠勝の娘で、そんなことしたことがないので。初めてはみんな恥ずかしいのじゃ。そうじゃ、女子をいっぱい集めれば恥ずかしさは減るぞ。そうですね。一人でも道連れに、いえ、一人でも多くの女性を味方にするよう精進します。ふう、こたびも大量なのじゃ。お疲れ様。どれどれ。清楚系に小悪魔系、あとは野生系か。ま、世の中にはいろんな男がいるし、野生系もギリいけるかな。ちょっと何が何やらさっぱりなんだけど。つか野生系って何。ドーン。うわー、またあの術です。3人とも目を輝かせてあの子を見ています。あうあう、しょうがないな。
東国一の美女が力貸したる。カイ一人じゃ行かせられない。美女じゃないかもだけど、私もいい？もともと。ま、ここで断るってのも不遂かにゃ。みんなで楽しんで、みんなで盛り上げよう。ハムハム、これでいいのじゃ。あの子はなんだかお日様みたい。みんなから好かれて、みんなを引き寄せて、素敵だな。私もいつかあんな女の子になってみたい。牛に二言はない。お市様を頼む。ごめん。申したはずじゃ。希望を捨ててはならぬ。そちたちは死ぬ時は一緒と誓ったのであろう。ならば生きよ。共に末永く。ありがとう。でも、でも勝家さんをどうかくまえば。ドーン！わらわにお任せなのじゃ。というわけじゃ、支配人、突き抜けた逸材を見つけてまいったぞ。柴田勝家、弱い62。特技は合戦と料理、裁縫を少々。突き抜けすぎよ。みんな。よかったです。無事で。あ、嬉しいのじゃ。すみません、すみません。この後関ヶ原の戦いで東軍が勝利し、天下には太平が訪れた。みんなと踊れて幸せです。いざ